はい、皆さんこんにちは、あちでございます。てい平さんで三国志テンパップキットですね、パート70やっていきたいと思います。まあパート100まではいかんだろうとね、密かに思ってるんですけども、まあそうですよね、70は100はいかないね。もうてい平さんそこまで持たないですねと思ったらですね、龍神さんとこれ誰が、うちの軍が戦ってるのかな、ちょっとわからないですけどね。戦ってていい感じでいければいいですよね。ちょっと一回営業かけとこう。新密さんどうなんだろう、もうお兄さんもかなりいい年ですよね。てか私60超えてるでしょ。ああちょうど60か。あーということは定平さんは60ぐらいが60代で多分ダメですね。そんな気がしちゃいます。残念ですけどもね。バシバシ生きてる証として雇いましょう。よいしょ、はい。で戻ります。皆さん終わってるんでね、ひしさんが、補充しましょうね。もういいかもしんないですね。で、私は陳情。人口めちゃ減った。そうか。巨大やけど、人口がそんなに多いところじゃないんですよね。しまったね。多分減りすぎるとね、それ以上雇えなくなっちゃうと思うんで、ちょっと拠点変えることも考えた方がいいでしょうね。さあ、旧部隊で行こっか。補充。まだ補充する?まだ補充しないといけないね。これ、鳥類さん。訓練。よいしょ。よいしょ。いい。でですね。私はどうしようかな。いっか。ちょっと地図見てみましょう。結構ちゃんと作ってるんでね。行っちゃいいかな。しまった。今、太子寺出てたね。太子寺に勝てんのかな。いや、出ませんよ。出るとろくなことないでね。馬職さんがね、酒盛りに。来てくれました。誰かあれなってくんないかな。本当に勢いだね。若いピチピチが勢いでなってほしいんですけどもね。どうかとりあえず休みましょう。まだ終わんないか。では手伝ってくれはないかな。手伝ってくれないんですね。仲いいと手伝ってくれって言ってくるね。一緒に仕事することができたりするんですけども、どうしよう。国葬は何もできないよね。そうだ、もうね、せっかくなんでね、兵糧をね購入しちゃいましょうね。お金もそんな減らないんでね、もうマックスで待機を投下しましょうか。我が軍はシドニー、攻め込んでたんですね。ということは今疲弊してるんで、病気になっちゃった。もう病気になりまくりですね。球場に行って任務報告のため、じゃあね、ここで投用はできないか。できないよね。炎章さんは届くなんですね。ね、仲いいんですけどね。諸葛金かなり悪いな。誰かいける？ひしさん、推薦持ってないわ。ちょっと休んどきましょう。ひしさんは休んでいただいて、皆さん上がってきましたね。さあこれで舞台がね、悪いけど、もうね、落としちゃいますよ。
ちょっと待ってよ。ちょっと待ってね。これ、週で見ると、ああ、ダメだな。週で見たらダメか。ああ、ダメね。地方。ああ、ダメ、もっとダメ。これは、この黄色の誰？あ、炎章さん？ちょっと待ってね。え？ここ、あ、炎章さん地域か。飛び地になってるね。いや、まあそれは置いといて、じゃあね、出陣で戦闘しましょう。病気の自動編成。帝兵さん、予算持とうとするな。まあいいや。金はね、3000でいいかな。60日分で行きますねと。で、援軍要請ね。もうね、君主とはね、思いっきり仲良くなってる方がいいですよ。まあ私、義兄弟なんでね。うん。あ、兵力めっちゃ少ないな。あら、そんなもんかい。仲良くなってたら多分これ、援軍要請できると思うんです。おお、出してくれるのか。あの人数で出してくれないと思ったんですけどもね。さあ、龍順さんをね、やっつけに行きましょう。神秘軍勢がということでね。さあ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 、重いな重いな重いな。よいしょ。ね。私てっきりコンピューターにさせるかどうか選択って聞いてくると思ったんですけど、聞いてこなかったですね。親密軍の指導の序文突破しました。これより紫外線もうこれ出たらいけんじゃないですかね。あ、いけたいけた。ね、親密軍の帝兵軍勢が龍順軍の龍順軍で破って指導を占拠しましたと。これ指導に引っ越した方がいいかな。あ、岩さん捕まえたな。小井さん、あ、無理か。この人もいい人ですよね。いい人、使える人ですよね。貢献さんもね、結構ね、ほらね、使えるんですよね。あー、来ないね。あ、毛達さんね、裏切った人ですよね。魅力48ね。え、関羽を殺したと言ってもいいのかい。あー、ぐらいですよね。劉邦と一緒にぐらいに殺されたような気がしますよね。あー、毛達が来たわ。光宗さん、あ、能力いいですね。この人いいですね。あ、来てくれた。で、劉海さん、劉海さんか。この人もね、武力はあり、あ、いいですね。あ、いいいい。お断りされました。ご飯さん、うん、いいですね。あ、仲間になってくれた。妖怪さん、あ、この人もいいですね。魅力低いけどね。あ、トーミさん、これいいね。来い。あー、来てくんないわ。やっぱギリがたいんですかね。うん、オウリさんもいいね。あ、よかったよかった。ライドさんもいいですね。あー、来てくんないね。コシューさんだっけ。政治の人ですね。あー、龍神さんダメか。まあね、殺すのはあれなんでね。さあ、これはどうしよう。どうするべきかな。あ、変更しましょう。前線出た方がいいでしょう。なんか今出たな。あれ？なんで部隊が帰っていくんだい？あれれ？どういうこと？どういうこと？バリオ軍勢が、ああ、はいはい。ああ、ちゃんと呼んどくべきでしたね。すいません。兵糧がなくなってしまった。ああ、なくなっちゃった。で、県営に入って。あら？指導。あ、ちょっと指導の情報を見よう。あれ？指導に行くようにしたつもりでいたんですけどもね。自都市。ああ、じゃ自分の都市ね。あら？あ、自勢力ね。自勢力、都市、指導。指導は、ああ、巨だわ。兵糧40万の、
あ、でも兵力が全然ないのはちょっと辛いな。これは私都督じゃないんで私の土地にはならないんですよね。あ、断られたのか、ひょっとしたらお兄さん断ってきたのかな。ということはまず成長で懲罰ね、これで、あ、毛達さんだけかい。あ、今いるのが毛達さんだけなのかな。で、あ、やっぱそうだわ、うん、大衆とか選べないんでね、これは指導に、え、てかだから大衆を決めれないでしょ、提案しかできないんでね。ああ、これはそういうことですね。じゃあ人材増えたのでね、もうやりたい方でやっちゃいましょうね。ああ、装備がなくなりましたね。しかも群衆だったんですね。あららら、ら、あ、宗英殿、え、宗英さんも早くお亡くなりにならないかい。さあ皆さんこれで来たんで、お、提案をしてくれるようになりましたね。もう行っちゃって行っちゃって。で、あ、褒美いらないか。軍事補充しないといけんかったらショックだね。あ、まあまあそれなりに。これと、おお、いいですね。で、これだね。もう士気が、士気と経験がガポンって上がるでしょ。戦争行ってね、勝っちゃうとね。よいしょ。で、ご飯さん。で、訓練しましょうね、訓練ね。もう、あれですよ。攻めまくりますよ。命ある限りね。人材登用、誰かできないかな。あ、諸葛金さん上がってるな。あれがいないわ。推薦誰もついてないな。諸葛金さん誰かいない。軍師欲しいな。一言言ってほしいな。となるとやることないのね。やることないんでね。建設してもしゃあないもんね。金や兵糧、何か輸送できんのかな。金、兵、あ、部隊も持っていけんのか。あ、でもこれやばいよね。私の管轄じゃないからね。何じゃの管轄なんでね。しばらくやめときましょう。もうちまちま出張しましょう。次孫作のとこですよね。孫作さんのとこなので、補充はいらないね。人口少ないからね。ちょっとこれで待ちましょう。まだ来ないね。どうしようかな。あ、仲むつまじくなっておこうか。ひどいね。あ、養蜂さんは仲いいんだから。よいしょ。よいしょか。もう嫌われとるね。上司に向かって言う言葉じゃないですよね。モータスさん、意外にモータスさんと仲いいのかな。ごはんさん、嫌われとりますな。どうしようかな。次孫作のとこ行きたいよね。あ、そうだ、しまったですね。重宝するの忘れてた。誰かできない。おお、できないわ。ああ、頑張ってしてきてちょうだい。もう次攻めちゃうけどね。次攻めちゃいますけどね。ちょっと待機しましょうか。10日ぐらい。
また体の具合良くなくなく、あらあら、理解様の統治英雄から公衆、両立様から霊領大使に任命されたようです。さあ任務報告できましたね。さて物体を見てみましょうか。こんだけあったらいけんじゃね。あ、さっきちょっと消滅、あ、いけるか。あ、なんで出るの。じゃあね、行っちゃいましょうか。行っちゃいましょう。ええやんね。ええやん。14の11。大丈夫かい。金は3000。よし、援軍寄せしましょう。 お兄さんのところにね。おお、援軍出すってくれた。まあ、あまりね、兵が期待できないかもしれないですけどね。かなり遠いな。兵糧大丈夫かな。お、治安を悪化させたということで。はい。はい、うん。そうですね。無駄にあれしちゃいましたね。お、中老将。我が君が中老将に任じられましたね。お、剣道、国葬のおかげでわずかなものでした。あ、そんなんあるんですね。へえ。ああ、季節まだやったんですね。どうなんだろう。長いな。城門突破されたため、あ、放棄しました。あ、勝った勝った。あー、勝てましたね。だいぶ時間かかりましたけどね。誰？なんて読むんだろう。衣装って読むのかな。18。あ、政治の人ですね。若そうですけどね。あ、解放ですね。はい、お言葉を賜ってまいりました。あ、図書方針達成、大義だった。次の沙汰があるまで待機せよとの。あ、民家に出世しましたね。前線に行くべきですよね。提案してみましょう。さっきは何て言ったんだろう。今回は親密様へのお達しでございます。県連の兵力不足を招くため、 AI の移動は許可で。あ、そういう意味か。また兵糧なくなんじゃねえ、これ帰ってる最初に。あ、移動が遅いね。あ、兵糧持ったか持ったか持った。はい、あ、大丈夫だったようですね。はい、陳情が3つか。ね、よいしょ。じゃ賞罰、あ、大丈夫か。ね、舞台どうだろう。おお、全然大丈夫じゃない。ね、これをね、繰り返していくとね、もうガスンガスンいけるんでね。だから、定兵さん、病気の定兵さんで、こんだけ残るとは大したもんですよね。というわけで、ちょっと時間来ましたね。定兵さんでね、三国志10のパープキット、パート70ですね。終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。